こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、投資本の執筆についてですが、第5章、ゴールキーパー的投資、これについて、説明が終わりましたので、一応締めをさせていただきたいと思います。
5、6、7、8、9、10、11、12。じゃあ、8章が終わった時点で、違うか。始めたのはフォーメーションからか。4、5、6、7、8、9、10、11、12。ああ、けど、そうだな。4、5、6、7、8、9で、6章あるから、ここで、ドデカジョッキを一杯飲むことにして、おかわりをした後、10章、11章、12章を話すことにしましょう。よし、オッケー。じゃあ、まだおかわりはしない、ここでは。はい。よし。で、ちなみに注文どうしたんだっけ？いろいろと注文していった。健康そうなものを頼みました。いよいよ始めましょう。はいはい。頼んだ頼んだ。よしよし。じゃあ、締めのやつをおかわりと一緒に食べればいいんだな。よし。オッケーオッケー。じゃあ、ディフェンダー投手についてはもうこれで、じゃない。ディフェンダーじゃない。ゴールキーパー投手については、終了としたいと思います。
はい、こんな感じで書いてみました。ちょっと面白い感じにしてみました。はい、では今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。